始まりました。活弁シネマクラブと映画 .com によるコラボ番組10ミニッツアジア。この番組は毎回1本のアジア映画をテーマに、その魅力を約10分で語り尽くそうという内容となっております。この番組の MC を務めます堀切と申します。よろしくお願いします。はい、そして語っていただくお二人です。活弁シネマクラブのジョーです。よろしくお願いします。はい、映画 .com 編集部の岡田です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、テミニッツアジア、あっという間に第4回まで来ましたけれども、どんどん行きたいと思います。はい、まあ、10分しかないので、サクサク行きたいと思いますが、今回ご紹介する作品は、引き続き台湾映画シリーズで、先に愛した人です。はい、では簡単に作品の概要を話しますね。死んだ父親の恋人で保険金受取人にもなっている自由気ままな若い男と、その事実に激怒する気の強い母親、彼らの間に挟まれ思春期の息子が戸惑う様を描き出す。監督はシュー・チーエン、シュー・ユーティエンのお二人ですね。はい、第55回金馬賞最優秀作品賞にノミネートされた5作の中で唯一の台湾映画作品ということなんですけれども、はい、この作品、先週紹介しました君が最後の初恋と共通点があって、はい、主演がロイ・チウさんそうです、ね、ということなんですけれども、はい、先に愛した人の方が、古いですね。2019年ですかね、うん、はい、の映画ですが、岡田さんいかがでしたか、はい、この作品は。まずもう冒頭のこのアニメーションをうまく使った演出が面白いですよね。うん、両者の心情を表すために例えばその間にアニメーションを書き込んだり、うん、割と本当に結構がっつり内容にアニメを絡ませるっていう手法を使ってるので面白いです。場面転換にもちょっと利用してたりする点がかなり面白いなと思います。あとは少年の独白がそこに重なってくるんですけど、妙にこの達観してるんですよね、少年がね。でそれが合わさったことでちょっと結構ポップなテイストになってる作品になると思うので、うん、結構楽しく見れると思います。はい、じゃあまずジョーさん。ジョーさんは、はい、そうですね、この作品を拝見いたしたのは2018年の釜山国際映画祭ので、うん、もう3年経ちましたなと、うん、改めてまだ本当に鮮明に映画の内容も思っているん で、 でちょうどその時釜山でもうこの作品も台湾映画の新しい発見として紹介されている時、紹介されているところがあって見に行ったんですが、やっぱりものすごく面白かったんですね。うん、本当に実は作品が描きたいテーマはかなり重いんじゃないですか。家族とか同性愛とか、あるいはまあ道徳のこともあって、うんうん、あとはやっぱり大人の過保護とかもいろんな要素があるんですけど、うんうん、でもさっき岡田さんと話したようにやっぱり子どもの視点からの話だから、うん、もうコメディに近い表現もありますので、非常にこの2人の監督なんですけど、両方とも女性の 方で、まあ、脚本もこの2方が書いてるものだから、その辺は非常にやっぱり気軽く拝見できた一本だと思いますし、しかもいわば中華圏でこういった、まあ、まず同性愛についてなかなか描けないこともありますし、さらにそういった家族に対してこんなになんかなんていうかね、平気で問題点を出す作品もそんなに多くない時期でもあるので、だから非常に新鮮に感じました。あの時はさっきも沖口さんが金馬賞の話も出しましたけど、これは第55回金馬賞で8部門ノミネートで、まあ主演のシエイン主演さんが主演女優賞を取った年なんですけど、実はその最優秀作品賞、まあ、5本あるんですけど、これの他の4本は何ですか？まずはフーボー監督の象は静かに座っている、チャン・イーモー監督のシャドウ、はいはい、でビーガーのロングデスジャーニーと、オンムイエの薬の神じゃないんですよ。あ、全部中国のそうです、はい、大陸の、うん、大陸の4強がの裏にこういうやっぱ台湾映画を見て、改めてあの時はやっぱり金馬賞が大陸の映画をどんどん金馬賞に参加することによって、どちらかというと大陸の映画を見に紹介する映画賞に
なりつつある時期なので、だからあえてこういったあの、まあ、純台湾映画を拝見させていただいた時、非常にあの面白いなと思いますね。あのいかがですか、本日さんは。その話を聞くと、やっぱ台湾、まあ、唯一の台湾映画っていうところで、うん、この作品が選ばれたっていうのはすごいなっていう、はい、まあ、やっぱりあのおっしゃる通り、あの、まあ、同性愛とかゲイのテーマが出てきたりとかっていうのは台湾映画じゃないとなかなか、そうですね、うん、大陸の映画とかでは難しい題材だし、でなんかこう中華圏、まあ、台湾に限らず香港とかの映画とかでもそうですけど、うん、中華圏の映画にあるそのキッチュでポップな感じっていうのもすごくテイストとしてあるっていうのが僕は面白かったですね。あのおっしゃる通り、結構テーマはすごくこう深いというか、一筋縄ではいかない物語なんだけれども、そこをあのそのキッチュさみたいなところがあのすごくとっつきやすくしているというか、あのスラッと見れるんだけれどもすごく深い話っていうのと、あの子供の視点でその大人のこの愛憎劇というかドロドロ の, その偽装してる大人大人のこう欺瞞みたいなものを、あの子供の視点で映画に物語にしているっていうのがうまいですよね。そうですね。あと本当にやっぱりあのシェインシェンさんが演じたあの主人公の方なんですけど、中華系はこういうお母さん本当に多いなと改めて感じました。あの、うん、やっぱうちのお母さんも近い部分もありますし、あのなんていうかね、過保護っていうことまではないんですけど、やっぱかなり愛情強く、うん、あの表現する部分があるので、その辺すごく見ながら笑っちゃいました。やっぱりそうですかっていうことも感じましたね、うん、じゃあ共感できる母親像っていう、まあ、そうですね、かなり共感できるっていう、いやあれは普通にいますよ、あのややあの力入れてる感じじゃないですか。そう、僕は誇張しているのかなっていう、あのキャラのためかなっていう感じはしたんですけど、割とそのあの、あなたのためですよとか普通に言うんですよ。なんかあの姿が、はい、なんか途中独白シーンがあったりするときに、その、はい、まあ、夫が男性の恋人と出て行ってしまうっていう、うん、まあ、女性じゃない境遇じゃないですか。でそこでその自分がいけなかったんじゃないか、自分が女性としてダメだったんじゃないかみたいなところが、その母親としていい母親でなければいけないみたいなところの、なんかそのいい母親像、いい女性像みたいなものの脅迫観念にとらわれてるところもあるのかなっていう演出を感じました、うん、そうですね。あとはやっぱりあの堀木さんおっしゃったように、あのその登場人物はあの全部なんか完璧な人間じゃないです、うん、今いろいろいいところもあって悪いところもあるから、かなりやっぱりあの実の生活に近い部分が実感できる作品なので、それは非常に面白かったんだ、うん、まあ、純粋な部分もあるかなと、うん、はい、あの君が最後の初恋とまた全然キャラの違う、違いますね、はい、まあ、チャラい感じではありますけど、はい、うん、あのチャラいんだけれどもすごくこう内に秘めたものがある、うんうん、であの大切な人を亡くして、その死んでしまった恋人との決別にこう逡巡している姿みたいなのも、またこれはこれで全然違う雰囲気で面白いですよね。そうですね。あとこの作品に関して、いやもう一個はちょっと作品の内容とそんなに関わっていないんですけど、うん、この作品は割とあの今あのネットフリックスでこんなに台湾映画を独占配信するきっかけの一本でもあるんですね、うん、あの2018年であの金馬賞で話題になってから、これがあのその次の年、確か2月で全世界配信が決まることで、うん、で割と海外でも非常に評価されたっていうところを見て、で、まあ、ネットフリックスもあの、まあ、台湾映画をまあ厳選して、それ台湾側も多分もうちょっと世界にアピールしたいっていうところがあるから、その次の年からどんどんやっぱりいい作品がネットフリックスが配信できるようになっていて、あ、ね、まあ、あの前に紹介されたあの弱くて強い女たちとか同級生マイナスとか、まあ、それこそ最近配信されるばかりの あの今最後の初恋とか、もうどんどんやっぱ台湾映画がネットフリックスで配信できるようなのが、もしかしたらこれはあのきっかけじゃないかなと思いますので、本当になんか大陸の作品とも違い、香港の作品とも違う感じができた中華圏映画なので、お時間がある方は本当にぜひネットフリックスチェックしてみてください、うん、
じゃあちょっと台湾映画 の, あのエポックメイキング的というか ターニングポイントになった作品、と思いますね。改めてやっぱりその年と資金場所でこの作品の中に入ったことと、うん、その後のネットフリックス配信できたっていうことを歴史的な視点で見るとすごいことだなと思いますね。うん、はいはい。じゃあぜひ見ていただきたいなと思いますが、はい、間もなく10分が10分ってもう気づかなくできますので時間になってきましたが、最後にじゃあ一言ずつ岡田さんからこの作品に。そうですね、なんだろうな、ちっちゃいところで言うと僕はこの映画はあの劇中劇演劇をこう取り入れてるんですけども、はい、それが結構こう全体に関わってきてるかなと思っていて、うん、こう割と現在軸をメインに進めつつなんですけど過去の視点がポンポンポンって入ってきていて、で最後の方はその現在と過去がまるで同期していくかのような一本道になっていく感じなんですけど、この辺はなんかちょっと演劇チックだなと思っていて、舞台の上で行われているじゃないですか演劇って、で過去も現在も未来も全部ごちゃ混ぜになってるのが演劇だと思うので、それが割とこう物語全体にも関わってきているような感じが思えたので、そういう視点で見ても面白いかなと思いました。非常にそうですね、演劇は非常にどういう演劇なんだろうどんどん、まあ、でもそれが最後に効いてくるんですよね。そうですね、そう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 、あそこはちょっと見ていただいて確かめていただきたいと思います。そうですね、そうですね、あの先も話したようにあの、まあ、重いテーマですが、まあ、コメディ の, あの表現でいろいろやっぱり楽しくできる一本ですし、うん、あとはやっぱりこの作品に関してはやっぱ愛についた作品でもあると思います、うんうん、その作品の中でいろんな愛が出てきましたので、まあ、こういう、まあ、ご時世っていうこともありますので、この作品を見て温めていきましょうっていう気分も、うんうん、あのぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、はい、ありがとうございます。というわけでお時間になりましたので、ここまでというところで、今回ご紹介したのは、現在 Netflix で配信中、先に愛した人でした。ぜひご覧になってみてください。では次回も引き続き、アジア映画、魅力をご紹介していきたいと思いますので、次回配信もお楽しみに。